梅田哲也ゼロ隊の再公開を記念して、別府の地質的特徴や生活文化などについて様々な分野の専門家の方をお招きし、トークイベントを開催しております。ここからはですね、この別府が生んだ、奇才と言っていいんでしょうか。幼い頃より職人仕事に興味を持たれ、1976年より別府を拠点に活動している写真家の藤田洋三さん、今日お招きしております。この別府で生きてきた、生きてきて、出会った人々の姿、さらには日々の生活、取り壊されてしまった建物などですね、洋三さん、藤田さんのこと僕ら洋三さんと言わせてもらってますが、洋三さんがこれまで、別府で生活し見てきた町の記憶を、自身の思い出とともに今日は語っていただきたいと思います。で、まず最初に浜明の高騰温泉 そのスクラッチタイルのこと、第2話で第2回のトークで正則子さんに語っていただいたんですけども、そのこともあってちょっとタイルつながりで、まずちょっと松田さんにも入っていただいてですね、なんかそういう展開になりました。ちょっとお話ができればなと思います。洋三さん、この写真はこれね、75年ぐらいかな、壊される前の年ぐらいなのよ。浜明高騰温泉の入り口の正面右で、高騰温泉じゃなくてこれは浜明温泉、浜明温泉で、あのライオンの口から温泉が流れてて、みんなが手が上がってたわけ。今のコロナウイルスみたいなもん。でそこですごいシンパシーがあって、これできたのは昭和3年なんだけど、当時ね、記憶によると高騰温泉が150円、その時に地域住民のインハビタントのために無料だったの。浜明の地区の方、いやだから入る人みんな、みんな、というふうに聞いてます。でこれが帝国ホテル、フランクロイドライトのを使った、100匹の猫が引っかいたようなスクラッチタイルというやつで、これがね、適順層だとかいろいろ、名建築あるんですが、愛知県の、イナックスがあった、これイナックスのタイルなんですよ。そうなんですか。ね、文部省だとかね、公共建築に使われて、で関東大震災のレンガ建築の崩壊とともに、このもうフランク・ロイドがライトさんがね、船で帰る時に、その報告を聞いて船内で踊り上がって喜んだと。タイルの時代が来たっていうね。ところが温泉だから要するに湯気に弱いので、木造だと。別府はね、いろんなタイルがね、富とともにダーッと集まったところだったの。そんな時に道の上でライカを持っている綺麗なお嬢さんに出会ったのが松田さんだったわけよ。竹ヶ原温泉の前で ね、それですぐ浜明に行ったんですよね。すぐに浜明ご案内したわけ。面白いとこあるよ。だからまだ彼女は原型を見てるわけですよ、現場。そうか、2000年、2001年くらい、そうです。屋上でだから写真を撮ったのは、あれ、そうだよね。でその時に僕はこれはね、帝国ホテルのようでしょ、なんで温泉にステンドグラスがついてんのとかね、それからこっち側から見るとね、もう全くライトでしょとかね、でこれを設計したのはこの人でねとかね、それがまた面白い物語で、真面目に聞いてくれて、タコ味配膳みたいに一つの建物が CA ですから、建蔽率 100%、 そこに13本の路地、書道がね、全部出てて、で住民のために池田光彦と一緒は、あれなんですよ、真ん中をね、バツッと切って、みんなが自由に不便なくと。でも後で聞いたらね、消防署がね、入りやすいようにってことだった。なるほど、なるほど。でないと結局軽の車も入れずに、別府市としては火事があった時すごく怖かったんですよ。なるほどね。だけどこの時代に彼女も見てるけど、リアカーでお魚を売ってるおばちゃんとかね、いっぱいいたでしょ。そうだったっけ。今で言うね、年寄りを相互関係で、小さいところに市役所行けないんで、物売りのおじちゃんおばちゃんたちが安否を確認するっていうのも当時あった機能なんですよ。そういうのが面白いところで、
で一堂に温泉に集まっちゃうと、高等温泉というのは外から来る高い人、うん、お金払える人、うん、でこっち側の浜脇温泉というのは、うん、要するに、普通の人がどうぞお入りくださいという、うんうん、そうそう浜脇東温泉西温泉っていうのが合併して、うんね、で同じ建物の中に高等温泉と浜脇温泉があったんだよね。そうそう、うん、そうそう船みたいなすごく大きな建物、うん、大きかったんですよ、うんうん、で屋上にねあのレジャーのね、うん、パッドパッドゴルフっていうのがあったんですよ。本当にでみんなでこうミニゴルフっていうのをやってたんですよ。でも完全にねお遊び体験だったんだけど、でその時にこの建物の右側が松田さんが文献あの論文書かれた遊郭だったわけですよね。うん僕はね当時こんな若い人で綺麗な人がなんで遊郭の研究するんだろうと思ったことあるもんそう遊郭の研究だからね修士研究が一段落してからもう一回来たのよ ね、 ね、うん、そ, う そ, うそれから改めてまた浜脇を歩いて、うん、あの時はよく浜脇歩きましたね。そうでしょう、うん、いろんなお話をまた改めて聞いたし、だからやっぱりねこの温泉がせっかくこうね別府市がこう作って建て直したんだけれどもちょっとその浜脇の湯脈が細っちゃったっていう時期でもあって、 それでこう別府港周り、ね、流れ川とか栄える一方でこう浜脇はちょっと遊郭の方にちょっと舵を切ったっていうような舵を切ったんです、うん、話は聞きましたし、ね、この頃ね、うん、実は浜脇温泉の宣言が枯れたっていう話があって、うん、そう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 、うん、それで生き残るためにどうするかっていうね苦肉の策があったんですよ、うん、で対岸の愛媛県の宇都宮さんという人がね、うん、その時に埋め立て地を作って、うん、でそこで30軒そうそうそう元の船入り場を埋めて、うん、船入り場を、うん、入江町っていうところを埋めて分譲にして、うん、遊郭作っちゃったんだよね、うんまあ、増えたって感じですね遊郭のエリアが元々あったんですけど、うん、それは何年くらいの話ですか。拡大したっていう、うんとね、あれがね、明治の終わりぐらいから大正時代かな。なるほどね、うん、それでその時に人が集まるので最近僕はちょっとよく分かり始めたのでメッセージをするようになったんだけど竹細工が急に伸びるの、うん、いつ頃からですか。ね、明治30、うん、中ぐらいかな、うん、別府に工業高校っていう成立がね、うん、職人を養成しましょうという明治の近代化の中で国が教えるわけですよ、うん、で、浜脇に大分工業高校の前身を作るんですよ。絵はがきにも写ってる。それ絵はがきにも写ってます。そうだからそれがね別府町と浜脇町が合併する前の共同事業だった、うん、でそこでね、事業の内容がね、竹芸家から木工ろくろ家それから蒔絵家で6科目ぐらいあって、うんそれが大分に移っちゃってから工業高校が、うん、建築家っていうのが出てくる。それまではね例えば松原にあったあの安藤さん安藤継屋さんってあるんですよ、はい、あそこのおじさんがね第1回生の卒業生。あ、そうなんだ、うん、でそういうふうにしてねその後職人さんをずっとね科目にで追っかけていったら、うん、ああなるほどこんなことなのかと、うん、だから蒔絵科の中にね下からお見えになった宇治山先生なんかが、はいはい、やっぱりそれで家具を作りながら漆掛けをやっていたとかね。なるほど。そういうベースがあったんですよ。なんか今でもそういうものづくりのこう拠点っていうかなんかそんなのがあったらいいんですけどね。そうです。だから何軒か点在して残っていて、まあまあ、今も継ぎ細工とかはありますけど、うん、モザイク状に点在してるんだよ。あ、だからそこの先代さんの仕事を見るとねすごいよやっぱりっていう。なんかそういうの復活させたいな。できたらいいね。うん、やっぱなんか作ってる人たちを見るって結構やっぱり豊かですよね。いや私は子供の時にずっと見て回りよったんやけん。なんかそのあたりの話をちょっと今日今から聞きたくて。あ、そうですね、細かくね、はい、だからまあその辺かなと思う。ちょっと次の写真を。与蔵さんってご出身は何年ですか。1950年。50年に僕はね的ヶ浜で生まれたんです。あ、的ヶ浜、はい、でその一丁隣が有名のアベリアとかね。ああ、はい、だから大分の映画のタイはじめ君とか、ね、タイさん、はいはいはい、ああいうのが同じ長男なの。あ、そうなんですね、はい、すごいね素敵な連中がいた、うん、ほらあの出窓なんかもまるで帝国ホテルでしょ
すごい。あの下が あのタイルなんだよね、赤と緑の。渡辺事務所の影響とか、あとそれからあの、ね、池田光彦さんはあの公会堂の工事を確か手伝ってたんですよね。だから吉田哲郎のダミーだったのね。あの影響を受けたっていう。だから茂光守さんのお兄さんの厚夢さんっていう人が低身長の建築で、やっぱスクラッチ使ってた、うん、それで別府市が決めるときに池田光彦とはどういうやつであるか、うん、吉田哲郎とはどういうやつであるかっていうのをですね、うん、外務大臣になった茂光さんのお兄さんに伺いを立てたのが昭和3年の市長さん、神沢又一郎さんという人なんですよね。でそれをずっと追っかけ回してね、うん、あの要するに僕は池田さん面白いなと思うのは、これコントラストがね、左が女性的なんですよね。で右が男性的でしょ、まあ、直線が、うん、でもうだからフロイトとユングがこう矯正してるような建物なんだよね。藤田さんかなり記録されたんですよね、うん、これはもうしつこくやりましたね、うん、壊されるって分かってる前にですよね、うん、あのね、うん、そうね、壊されるなんていうイメージは最初なかったから、でコンクリートでしょ、うん、強震の耐震とかやってね、うん、あと50年は持つぞみたいな、うん、そんなのがあったんですよ、うん、でその時にこう周りをね、これ中なんですよ、うん、でこう温泉でね、九州最古の RC 建築、うんね、コンクリート建築ですよね。確かにこれで2階行っちゃうんですよ、はい、じゃあ2階に何があったかって言ったら、近郊の農家の若い夫婦が、あの頃は大家族でしょ、はいはいはい、これ家族湯なんですよ。あつまり人口増産をやってるわけですよ。あなるほど、うん、だそういうのがあって、で要するにおしゃれだったわけで、あの NHK がやっていく明るい農村、農村って暗かったわけですよ。でこれが正面ですよね、高等温泉の入り口、いいでこれがその左側なんで、ずっと瀬戸からさ、うん、13本の瀬戸からこう見た写真とかをね、延々と撮り続けたんですよ。誰からも頼まれずでそれこれがね、あの水道が不便なところなので、はい、左側が井戸なのね、あれ、はい、羽井戸で、でこういうのがね7本ぐらいあったので、右側が入り口で、向こう側が海なんです、センターが。あなるほどなるほど、はい、でここで右側の建物で七夕があるでしょ、うん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 、あの七夕の竹の材料が近郊から出てきたわけですよ。でお客さんが泊まる、そうすると彼らがお米を洗うやつのざるとそれから自分が食べるお皿みたいな竹の皿とお味噌汁を毎日飲むから味噌こしっていうのがあったんです、はい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 、でこの味噌こしで、お町をバカにした歌っていうのもあってねでそれが大分の町では味噌こした竹だよって言ってね、この近郊近辺の庄内狭間が湯布院が安心院内、みんなそれを歌ってたんです、運動会の時に。僕らも小学校の時にこの歌を歌わされたもん本当ですか、うん、であの笹の葉っぱがあるでしょ、はい、で普通の都会の人はああいう竹が生えてると思う。あれはマダケを取った竹細工のカスなのよ。で7月7日だけ売れるわけ。だから近郊の人がその酒だけをねこうやってね山から持っておいてたっていうのがあるんですよ。でそれの細工がこの、お薬師祭りっていうのがあって、うん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 、竹細工でいろんなものを見立てるってい う, うそういうのがあのお祭りで今でもやってますね。あ、見て手細工のありますよね。そう確かに。ああ、あれは その辺からも来てるんですか、うん、あのもっと古いんですよあれ、で重機を使ってねそれで表現していくという。だから下駄屋さんのねすごいものを作ったりとかね ありました。うん、これはほんでほらあのリアカーぐらいしか入らないんですよ。だからあの物売りのおばちゃん、あれはねあの魚を市場が近かった。刺身をね出前してくれるわけですよ。ああそうなんだ、うん、横井のおばちゃんっていう人なんだけど、で結局そういうふうにしてですねこの小さなものを、別府の子でね瀬戸という人と修士という人に分かれるんですよ。修士、はい、うん、小さい道とか、ああ王冠大通りに対して修士って言ってた。庄司ではなくて修士、修士って言うんですよ。でそこに土塀があった時に、もう亡くなったおばあちゃんが土塀修士かいって言われたことを覚えてますね。えどんな字書くんですかって言ったら、いやもう子供の時から土塀修士って言われて、角田さんという家の
ナマコ壁のところが土弁修理でしたね。浜脇の方ですか、はい、へだからそういうことで、だから火事が出たら怖いところなんですよ。確かにね、入れないですよね。だから子供がここでね花火したら殴られてましたもん。あ、ね、でこれがその今こう湯気立ってるでしょ、はい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 、あれが衛生面で、あれは友永もっちゃんちおいちゃんが夏になるとあの蚊が発生するので、はい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 、あの夏休みの頃に健康のためにつってやってた。はい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 。で真ん中がまたあれがこの反対側からの見たもう一本の瀬戸なんですけど、右側が今の丸食があったところのあそこなんですよね。丸食って今ちょうどね、あの鍋さんラーメンのところなんですよ。右側がね、だから右のマークがあるでしょ、うんうんうん、あれがパックマンみたいで丸食で、あのパックマンで宇治山先生がご存命の時に同じお店に行ってた時にそれ見て絵にしましたよね。ここの玄関にありますよ。藤田君帰ったよって言ってね。だから本当に身近な暮らしの中に普通におられたんですよ。あ、うん、とっても面白いところでね。なるほどな。なんて言っても人の距離感が短かったんですよ。いや、そう、本当そんな感じがしますね、うん、だからやっぱあのもうなこれなんかでもね、うん、実は向こうに受けられるんだけど、うん、浜脇一丁目ね、うん、なんかこれ見てるとね、僕はあの漫画家のあの人ね、杉吉春、ガロに書いてた杉吉春とか、うん、杉吉春さんなんか来てるのよね。あガロの連中結構来てるのよ。確かにね、うん、でいろんな人がね、あの人も来てます。小沢昭一さんとかね、山本直純さんとかね、もうそういう人たちがね、もうなんかベタベタ路地裏歩いていったっていうあってね、普通のおばちゃんが飲み来たでとか言うね。結構まあ別府は戦争で燃えてないじゃないですか、はい、だからやっぱりこう路地もあの特殊でね、うん、でしかもこの辺りはまたこう都市計画も入りつつ路地を作っていったみたいなところもあるから、そうなんですよ、ちょっと面白いですよね。大正6年にね、都市計画を日向太郎さんという人がやるんですよね、うん、だから別荘の現れる前なんですね、これ。でここのね大工はねほとんどがね鶴崎の河口から来てるんです。あ、そうですか。はい、材木もねこの地域にはね17軒か8軒ね製材所があったんです。ほう、だから製材所がないと町はできないんですよ。まあそりゃそうでしょうね。じゃあ何のために製材所ができた、全部3階建ての旅館の製材所なんです。先ほどあの松田さんのトークでも、うん、その3階建て5階建てみたいな、うん、やっぱあって、で材木の船がいっぱいね、いっぱい港の周りに、港の周りにあって、はがきに映ってるっていう。でその材木屋さんが製材所が18軒ぐらいと同じぐらいに製竹所っていうのがあったの。あ、竹屋さんが、はい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 、それの要するにあの有名な絵描きさんで大分では、うん、岩尾秀樹さんの実家がね、岩尾竹蘭っていうところの方が、要するに職人を育てる思考の、うん、アルチザンを育てる人と、うん、アーティストを育てる、分かれるんですよ、うん、だから生野正雲斎先生は、うん、要するにアーティストを育てる、うん、だけど岩尾のおじいちゃんはアルチザンを育てる、うん、でそれが流れ川のストーリーの修学旅行の子供たちにお土産を、だから筑豊の経済が別府を支えたと言っても過言ではない。それから浜脇のさっきの食器を作った人たちはみんなあのせ、まあ、あそこの内成とか、うんうん、から狭間、うん、庄内、うん、あの辺の人たちは馬で、うん、あの峠をずっと降りてきて、銭上峠、うん、であっこに松原に問、はいはい、屋ができるんですよ。あ、で問屋が今でも残ってるのが7軒ぐらいかな。その中徳丸さんとかね、はいはいはい、それから佐藤さんとかね、松林さんとかあって、あ、瀬戸内海航路でどん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 大阪の阪神市場に行くわけですよ。同時に製竹所はね、うん、あの阪神淡路の地震の時にこう壁が落ちたでしょ、うん、あの時の冬場の、うん、あの土壁の材料が、うん、竹なんですよ、うん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 、それがもうむき出しになって見えてましたからね。うん、ああ繁盛したんだなと。うん、でそれが西大分港から出てた、ね、ああなるほどね、うん、だから中に出てくると思うけど、西大分はあの一回あの踏切が下がると傘が竹運んでるからいつまでも開かなかった。なるほど、開かずの踏切とか
であの頃は踏切のその遮断機も竹だったからね、うん、湯月の肥後も竹だったしね。そう竹大活躍ですね。一番面白いのはね、うん、東京オリンピックね、昭和何年かな、うん、31年かな、うん、あの時のね、うん、ボタ跳び、うん、あのバーがね竹で、あ、そうなんですか、デップの人がね、あの提供したの。あ、そうなんですか。それとね、一番面白かったのは、ね、竹っていうのはね、あの暮らしにものすごく深いんだけど伸び縮みしない、うん、で竹の縄っていうのがあったの。あ、で、なんで縄がいるかっていうと、うん、オリンピックの 42.195 を測るときに竹の縄を持ってずっとみんな測っていったっていう話が残ってて、あのちなみにそのオリンピックの時の棒高跳び、はい、あの高跳びのバーね、バーね、であれが別府っていうことは、要するにその節と節がこっちのって結構なんか感覚がでまっすぐなのがやっぱり作りやすいみたいなことを聞きますけど、それを完璧っていうのがあってね、完璧っていうのがあって、今でもあの長い成畜所が一人、はいはい、人か二人いるんですけど、うん、全部癖を直してくれる。あ、そうですか。いるんですよ。今肘に一人だけで名人がいますね。別府ももうだって永井さんのとこくらいじゃないですか。もう最後は永井さんのとこだけです ね。そうなんですよね、はい、で夏は暑いし冬は寒いしね、大変な重労働ですよ。だけど暮らしにオリンピックに、から竹のオリンピックのマラソンコースを測ったっていうのが、うん、この町の竹だったっていうのが嬉しいのね。嬉しいですね、はい、なるほどね。だからね、いろんなにあの結局竹工芸だけじゃなくて、うん、建築、土木、うん、それから、まあ、環境の問題とかもね、うん、一番面白いのは最近よく言い出したんだけど、女性が洗濯するんですよ、うんうんうん、だから洗濯する時の洗濯バサミ、はあ、これが竹で作ってる。あ、だからこう丸くしてね、棒を巻いて、うん、節があるでしょ、うん、あれを入れといて、それでピュッとしたら洗濯できると、うんうん、だプラスチック の洗濯バサミじゃなくて折れないし、うん、から要するに今のプラスチックって100円ショップ行ったら売ってますけど、うん、やっぱりプラスチック放射になるでしょ、うん、 ね、ならないっていうところが別府はねすごいなと思って、うん、それとね面白いのはね、あの先輩が教えてくれたのは竹のピンセットを作ってたの。竹のピンセット、うん、で何にするかって、ボールベアリングの一つずつ掴むやつでっていうのでね、岐阜先生からこの間習ったの。俺作ったんだっつって。その竹の方がいいんですかね。確実に取れる。ああ、そういうことか。だから摩擦があるわけ。ああ、なるほどね。それをね、教える人も教える、作る人も作る人だけどさ、使う人も使う人っていうので、今は面白いなと思うの。うん、確かに。で、それは全部温泉と関わって、だから別府ってそういう意味ではダイバーシティだったのね。うん、技術が全部集まってきたのは、第一波がさっき言ったように木造の4階建て、5階建て。これは要するに鶴崎からの出稼ぎの大工さん、うんうん、別府の雪建設っていうのがね、うんうんうん、その始まりなんですよ。うん、で、浅見のあの例のサナトリウムの病院、うんうんうん、あれを明治38年ぐらい作るの、うんうん、で、そのおじさんはそこでもう力尽きて入院して亡くなるんだけど、うん、あの結局結核病棟と精神病棟と、うん、それから下流会 の、 あの要するに、まあ、エッチの病院ですよね。うん、こういうのが別府にはいつまでもあるわけで、うん、これは全部海軍と陸軍のお金が、うん、だから亀川の海軍病院なんかもそう、うん、まあだって海軍も陸軍も病院があるくらいだから、もう今でも病院がやっぱり市を支えてるって言っていいと思いますけど。いや、大きいですね、うん、だからあの 日清戦争で PTSD がいっぱい出て、で人を初めてあの、まあ、殺すわけでしょ。そうするとやっぱそれでね、敵前頭部まではならないけど、うん、繊細な人はもうそれでおかしくなっちゃう。うん、まあ、そうですよね、うん、で、まあ、戦争すると手が飛んだり足が飛んだりとかするじゃないですか。それで東別府に あれがあったんですよ。傷痍軍人をあの社会参加還元するために竹工芸を教えたところがあるんです。うん、その先生たちがザーッと野に下るわけですよ。うん、だから田舎の方に行って、あの90何歳で亡くなった方がいたんだけど、山鹿で、うん、うなぎかご作ってましたもんね。へ、それは東別府で習ったんだ。だから民族のオリジナリティっていうのが一極集中で散っていったいい典型だと思うんですね。まあ、今
まあ、職業訓練学校とか、まあね、別府でもありますけど、うん、やっぱり浜脇にそういう職人さんとかがやっぱ結構多かったってことですか。はいはい、あのね、多かったのはね、やっぱ経済があったから、あ、吸引力があって、人が集まれば、例えば衣食住があるから、まあ、いわゆるそのバウハウスっていうやり方になるわけでしょ、うんうんうん、それが全部教えてくれるわけで、うん、おケアさんが来て、うんうんうん、で女性のお腹の大きさ見て、うん、タライを作ってくれるとかも、はあ、ヨーロッパではないですよね。ないですよね、うん、その典型的なのが、浅見にいた山田幸雲先生という方が、あの九州クラフトの親分だったんですけど、あのティファニーの、あの女性のデザイナーから頼まれて、うん、あ、こうティファニーってガマ口作るところだから、ハンドバッグの口を、うん、でここを要するに竹で編んでくださいって言って、うん、で渡辺筑生さんって方が編むんですけど、うん、すっごい喜んだんですよ、うん、パーティーバッグで、うん、でこんなのないっつって、うん、それを横で見ていたカルチェがね、まあ、同じ注文してくるので、ティファニーも1000個くださいとか、カルチェが5000個とか言うんだけど、バカ言うたもんじゃ、すすだけで作ったわけ。へ、だから200年の民家の天井の竹を使ってるから5000個分の材料を持ってきたら作っちゃうと。グッチとかもなんかありますけどね、うん、あれもそう、うん、だからそういうのが来るわけですよ。すごいな。だからこれなんか竹も感謝してるわけですよ、こうやって見ると、ね、これお祭り、薬師祭り、薬師祭りの七夕様のあれで、だから七夕の竹は7月7日に切るんだよとかね、池の掃除は今でも浜脇は7月7日にやれとかね、うん、そういうのがずっと神様と一緒にいたわけですよね。うん、だからこれ全部あの浜脇のエリアなんですよ、これもね。なんか日本じゃないみたいな感じ。いや違うでしょ、だからあれの外装を見てくれたら、エレベーションでさ、RC の3階建てみたいで、いやすごいですね。ねえ、これ壊しちゃったんだからさ、あの中継地点があの消防署なの。そうかそうか、うん、だからもう本当にこうめっちゃくちゃ密集してたんだけど、みんなが心は豊かだった、物もなかったし、あれはなかったけれども、寄せ合って生きてたっていうような感じがあって、この奥さんなんか今でもあのご存命 で、 あ、そうですか、あの高いビルに入っちゃったけど、あの一生懸命あの洋服ドレミをやってたし、はい、これはそのお祭りですから、ね、うんうんうん、安い方のところにあの中学生高校生のアルバイトでお化け屋敷をやってる、はい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 、これも薬師祭りの延長だった。今でもやってますよね、はい、うん、なかなか面白いファッションでしょ。うん、これ何年くらいですか。80年代ってことですか。これ85年代かな。まだ高東温泉がまだ現役で使われてましたからね。だこの日はね、女の子がいっぱい来てましたよ。なるほど、うん、なんかグレーとかさ、あんな感覚なんですよね、うん、だって生っていうのはだんだん減ってくるじゃないですか。あ、でこれがあの美味しいと言われている鍋さんラーメン。鍋さんラーメンか、うん、だここにメッセージが全部手書きなのよね。はあ、ありがとう、さようならとかさ、また会おうねとかさ、藤野家のお好み焼き屋さんとかたこ焼き屋さんとか粉もんが多かったの。腹減ってきたな。そうでしょだからそういうなんていうかな、100円町全体は100円均一っていう店があったんですけどね、100円ショップとは違うんですよ。おもちゃ屋さんだって100円均一ってありましたからね。だからその発想が竹細工のあの修学旅行のお土産がやっぱり100円だったですね。だからこう蛇のこんなやつとかね、竹の、うん、竹トンボとか、懐かしいな。そういうのが全部流れ川で売ってて、 そうか、そこをあの筑豊の子供たち、土門さんの、うんうん、あの中産階級の昭和30年40年まではまだ炭鉱がやってた時には、はい、みんなあのそれまでは明治の時代っていうのは1日と15日のお給金が、うんうん、1週間作りになるわけです、うん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 、その子たちが自分たちのお父さんが作っあの掘り出した石炭、うんうん、おじいちゃんが掘り出した石炭で JR で来て、うんうん、別府に泊まって修学旅行でいっぱい買って帰ったわけ。それ全部やっぱこの浜脇地区、西高地区、うん、南高地区って、うん、その奥の職人さんたちが支えてくれて、今でも岩開さんという人が一人
あの浜脇でおもちゃ作ってますね。やっぱ浜脇と南部地区みたいなところっていうのは別府の中でやっぱりこう製造する場所って感じですか。そうですね、やっぱりアルチザンの町ですね。で、まあ流れ川でやっぱり販売すると、販売するところ住み分けしてましたね、まあ、そうですよね、それとね、あの1945年の敗戦以降、大陸から人がどんどん逃げてくるんですよ。難民ですよね、戦争難民。でそれが要するに別府にやっぱり燃えてなかったから、それでもうあの遊郭のさっき彼女が言った4階建て5階建てに300人ぐらい住んでた。だからどういうのかな、出てくる出てくる芝居の幽霊みたいにさ、ゴロ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 出てくるわけね。でそういう人たちがやっぱり食べなきゃいけないでしょ。と子供を持っているお母さんたちは内職ですよ。竹の内職 で、ね、でそれを要するに集配してくれた人たちがお金を持ってくるわけ。で今日の日当で学校の給食袋を払うとか、からあの昔五円の天ぷらっつって、別府の食い物っていうのはね、愛媛県の影響がすごい強くて、何よりもうどんが柔らかいんです。なるほど、ね、なるほどなるほど。これが香川に行くと硬いのよ。あの福岡とかではなくて、やっぱりその宇和島からの愛媛県の対岸の。なるほどな。それとね、あのあれが違うの、お出汁が。はい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 。この辺の人は普通は山木の群中の鰹節、山木の鰹節あるじゃん、そんな高いもの使わない、室味。これが要するに対岸の三ツ浜で。はいはい、なるほど、ね、それで出汁を取って柔らかいうどんで、で魚のハンバーグが5円の天ぷら、でこれに贅沢を言うんだったら、あのこうもやもやとした昆布、ね、それにネギがついてごまがついて30円ぐらいだったの。へえ。それだけで一家5人が飯食ってた日輪食堂のおじさんとかね、七輪一つでできるんだもん。いやだからそのなんか人間の距離感とか温度感みたいなのがあって、だから室味のね、あのあれですよ、うどんもう一回食いてえなと思ったりしますよね。すごい、まあ毎日の観察でそうだったんだから。確かに。そうか、これもね、あの左のところがね、確か世界、日本で最初のね、車椅子の吉永さんっていうね、はい、車椅子で障害者で、はい、市会議員になった人がいたんですね。その記録ですね。ああ、そうですか。だからこれがね、車椅子マラソンにつながるんですよ。あ、そうなんですか。ああ、静止園とかね、これ空撮ですよね。これ右は結構新しいんじゃないですか。右は結構新しい。これがね、60年代かな。あ、60年代か、うん、あの整備ができてね、はいはいはい、あの空き地になってるとこあるでしょ、右の、はい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 、あれが博覧会の跡地で、あ、そこか、埋め立て地に見事に失敗したところですよ。なるほど。そして誰も来なくなったっていう。こっち側はあの遊郭街ですよね、はい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 、旅館街。でもほとんどないもんな、この辺も。そうね、2軒残ってるね。あ、そうですか。で3丁目の方が多いね。あ、でこれが全部路地裏でさ、あ、で、あの右下の話なんていうのは、はいはい、あの実は大友宗麟の時代に丸井戸と角井戸っていうのがあって、ほう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 、山の水がとってもいい水だったんですよ。で、まあ、有名なその宗麟が風呂に入ってる時に親父が殺されて、すったくばって、二階堂崩れの変と、その時の井戸の水を汲んだ、あの右下の掃除してるのが、うん、あのサイダーの会社なのよ。へえ。荒金さんという人がいてね。でそれは三ツ矢サイダーのパクリで、うん、あ、三ツ矢サイダーのパクリで三ツ葉サイダーってやつ。なんかそれ見た覚えがあるような気がするな。僕シール持ってる、ちゃんと辞める時もらったもん。うん。でナリスというチューインガムの代わりにコリスが出たりとかねからコーラの代わりにベビーコーラとかね、結構そういうのやっぱありましたもんね。パロディですよ。そういうところもね、なんかこうちょっとした笑いというかね、ポップなんですよね。別府はなんか本当そういう、そういうなんかこう街って言っていいのか、やっぱそういうとこありましたもんね。いやだからね、
大阪の感覚なんだけど、あやっぱりユーモアの街でしたもんね。笑いがね、貧乏だけど、うん、だからもうウォールみたいなのがいっぱいいたんだもんあの特にあのこの間亡くなりましたけど、あの103だったら映画の看板書いてた松尾さんなんか、はい、まさにもうエスプリットのことしてたんだよね。あの人はね、ここで一緒に対談したんだけど、終戦後にね、直後、うん、みんな引き上げるときに着物くれるんだよね、持って帰れないから、それで南の島に雪が降るっていうね、うん、演劇かけるんですよ。僕ね、あのその彼の遺品でね、シノップスもらってるんですよ。今度ぜひ見て。あぜひぜひ。いつかね、確かね、沢村貞子と加藤大輔っていう兄弟が南の島に雪が降るっていうんで、もうバカヒットした映画があったんですけどね、それのね、インドネシア戦線のあれが松尾さんだったね。あの人はね、もうすごい絵が好きでね、あのいろんなお話を聞きました。でこの間15枚ぐらい彼のスケッチを、あのある友人が持ってて、これはねっていう話をしたんですよ。やっぱ大陸の要するに植民地文化っていうのがね、ずいぶん残ってたんですよ、この町は。それを記憶と記録としてね。なるほど。もう皆さん先に行っちゃった人多いので、まあね、なんとか伝えたいなと。そういう意味でもやっぱ記録っていうのはとても大事だったなと、そんなふうに思いますね。やっぱりこういうの見てもなんだろうな、やっぱその町の生き生きしたこう息遣いっていうか、そうなんか感じますよね。あるでしょ。これなんかさ、あのおばあちゃんも亡くなったんだけど、はい、私が冗談で、いやお母さんのこれ国立公園は知ってるけど私公園、牧立公園だねっつってねもうすごいんだよ、あのこう要するに新しいプラスチックのあのケースかなんかに土入れてさ、はいはいはい、ものすごいはみ出てるな、もう牧立公園よね、うん、とあの友人の鹿児島のやつが命名したんですけどね、これも亡くなった遊郭の後ですよね。はい、今となったら大変貴重な木造のあれ で、ね、でこの、天狗という遊郭だったんですけど、あのもう火が消えてまなしで、色板ガラスなんて、要するに浜脇はね、建築素材のね、サンプルみたいなところだったんです。その一つがタイルであり、もう一つがこうだったという。なるほど、うん、だそれのサンプリングで あそこよ野上さんのところのお風呂、はい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 、あれがこの記憶なのよね。与蔵さんがやられた、うん、ディレクションしたというか、でこれがねちょうどね、あの宮川さんのところなんだけど、あの籠見てください、ボテフリっていうんだけど、浜脇一丁目に瀬戸を行くためにトラック使えないわけ。あ、なるほど、ね、でよく見てください、籠がプラスチックに変わった。なるほどね。でこれがもう40年以降なんですよ。そうか、それまでは自分たちで籠編んでたの、竹でね。そうですよね、うん、そういうところをこう見てほしいなと。だそういうのは、ね、やっぱ職人のコミュニケーションだったと。だから彼女も立派な職人なんですよね。そんなことを思い出しますね。だからこれはね、これが面白いのよ。すごい。これはね、僕の友人同級生がのおじいちゃんが作ったね、はい、あの路地なんだけど、はい、これはね職人の長屋だったの。ほう。でこれはね手島森太郎というおじさんがね、要するにあの浅見の三丁目、あ浜脇三丁目に作ったね、竹細工の職人が、200人ぐらいほういたところの蓋まで共同トイレで共同温泉だったの、はい、で竹細工の職人がここに住むわけです。でお家賃が、製品とバーターなるほどね。でここから世界中に別府の竹が散っていったのよ。はあ、すごい。だからこれ図面が残ってたらものすごく面白かったんだけどね、これどの辺なんですか。浜脇三丁目。三丁目か、うん、だから、高等温泉から突き当たりだよね、あの、小学校がもうなくなりましたけど、はいはいはい、あっこに三差路の川があるでしょ。ありますあります。あの川筋なの。あなるほどね、うん、手島さんという方でね、この人がね、あの大分工業高校の要するに、うん、
竹の職人の先生を全部ね雇っちゃうの。うーん、何をしたかったらね、その人たちに花かごとか、うーん、あの芸術品をね、うーん、それまでね、あの松山っていうところは、うん、松山の技術が別府にたくさん入ってきてるんですけど、一番面白いのがね、船をつなぐために、うーん、あの竹のロープがない時代、うーん、竹で縄を作るんですよ。これ作石って言うんですけど、それで船をつなぐんですよ。切れないから。なるほどなるほど、うん、そういう技術で別府にある技術がやちゃら編みっていうのがあるの。あ、あります、あります、うん、あ、そういうの全部、三津浜っていうところから来たわけですよ、はいはい、でたまたま友人が今回三津浜の本を持ってきてくれたので、うん、ゆっくり読んでるんですが、正岡子規が一枚だけ、竹に関することをちょこっとだけ触れてるんですが、あのやっぱり第一次世界大戦の頃に日本が開国して外貨を稼がなきゃいけなかったので、竹の産業っていうのがですね、アメリカとかフランスとかで万国博覧会に出ていくわけですね。まあそんなことがあったんですね。でこれがそのスポンサーになった浜脇町の魚市場だった。でこれが要するにこうなって、右側に大江戸って書いてあるんですね。で朝の3時からうどん屋さんが柔らかいうどん食わしてくれた。今もありますよ、中心の大江戸。そうだ、あの始まりの景色の大江戸さんの。マジですか、よく行きます。行くでしょ、はい、あっこ、あの、親子丼の美味しいとこね。そう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 、合いませんね。まあそういうことなのよ。そうですか、うん、これがちょうどだから、あの若い頃は朝の3時4時になって腹減ったらここ行くわけよ。うん、みんなスナックのおじさんとかおばさんも来てるわけよ。なるほどなるほど。だから服屋に行くかここに行くか、だからある種のサロンになってる。ああ、なるほどね、うん、へえ。これが松原のいりこのおいちゃんね。いりこ寮いい写真、うん、怖そうだったんだけど、ものすごくいい日本じゃない、なんかペルーとかパナマとか、なんかそう日本じゃないでしょ、ちょっと南米な感じの、うん、だって赤銅色ってすごいよね。でこの人の手のひらもっとすごかったの。まあなんでしょうね、グローブの手だったからね。で右のあの山が師走山って言って、万葉集に歌われていた高崎山のことなんだ。始発山とも言うんですけどね。ここですぐにあの始発山の万葉集出てくればかっこいいんだけど無理ですね。この右上がこのあのおじさんたちが取ってきたいりこ、ホスバラです。山子とかさ、山ある同級生の家のバラなんですよ。で左が儲かっちゃったっていうあの夏祭り。なるほどね。蓬莱園にはチキリンさん、コンチキチンってやつを夏の祭りだったんです。西鉄ライオンズとかのあの稲尾投手って、もう知らない人も多いかもしれませんが、お父さんもいりこ漁ですよね。 でそれは鶴田の、はいはいはい、あの網元が船出して資本家でやってたわけ。その中のあれだったんですか。ワンコク全部。そうなんですか、はい、へで下の左のおばちゃんがやってるのは、あれはあの今日買ったお魚を分けてるところ。でこの向こう側にあの手押し車があるでしょ、はいはいはい、ちょっとよく見えにくいですが、あの白っぽいとこが見えますよね。あの袋とかバケツが下がってるでしょ、うん、あれが大分県庁がうるさいことを言って、うん、フグをまあさばくわけですよ。だから内臓は猫が食って死んだりとか、なるほど、犬が食って死んだりとかするので、うん、今日からやらないようにっていう、うん、そんな話なんです。なるほどね、はい、でこれがね、要するにそのあっこで、やっぱ今あれやな、面影があるな、あるでしょ、うん、あの戸網を打ってるところの三角州の向こう側にさっきの三丁目の竹の長屋があったわけです。でこの左下がその入り口、はい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 、でこの人たちは鮎を取ってるんですよ。鮎、うん、鮎取れてたんですか。いや今でも取れます。あ、取れるんですか。鮎、うん、もうなぎも取れます。江の葉も取ったことあるもん。本当に、うん、あの要するに海から上がってくるわけだから、海は広いし、あの左のおじさんはあの犬と一緒に暮らせて、片道犬は歩くけど帰りは年寄りの犬なんで背負って帰らなきゃいけないという、ね、そういうのがもう初めて分かったの。なるほどなるほど。でこの右のおじさんが刺し物職人で、はい、高橋さんって言うんだけど、で左の下の方はあのあれなの、椅子の張り替え、ね、
こう今座ってる椅子も昔はこの差し物とかもこう椅子の張り替えとかむちゃくちゃ多かったって聞きます。いや多いんですよ、それだけ需要があったから。旅館とかのでね、いつもこうやるとか、はい、だからしょっちゅうそれやり替えないと、そうですよね、いけないんですね。そういうのを支えた人たちがこの辺に集中でいたわけで。なるほどなるほど、うん、このあの左上の人が、あの別府の何割かな、3分の1ぐらいの子供を取り上げた栗原さんというおばちゃん、うん、はあ、助産師さんっていう、はい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 、ね、この間あの80になった息子さんの「よぞ俺のおふくろの写真集くれ」っつって電話がありましたよで右側が橋の突き当たりのところの破れまんじゅう作ってた おばちゃん、うん、へえ、そんな人が多いわけですよね。だからあのこれなんかがその火事が怖いっていうので、はい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 、材木屋の親父が材木を使わずにレンガ使ったって、うん、なるほど。これ後ろが南小学校なんですよ。はい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 、ね、でこれが分かれてる道があるでしょ、はいはい、横尾さんみたいに、はい、で左に行くと旧国道、うん、そうですね、右の入り口が元の大分工業の跡、松原公園のところですよね。そうそうそうですよね、うん、あこの右にあの住吉温泉ってあるんですけど、はい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 、そこの2階はやっぱ公民館で、あそうかそうか、やっぱりそうなんだよな、うん、だから今回そこで講演会しようと思ってたんですよ。あなるほどなるほど、うん、この写真でね。うーんで下がねあれが池田さんが高等温泉設計した池田さんのデザインなの。うーん、南小学校の入り口、ね、なんか縁起の良さそうなデザイン。そうなのよ、お末広がりの。うーんでここが大体昭和の初期からあのあれなんですよね、選挙場だったんですよ。あそうか、うん、選挙違反の選挙場だから24時間体制で、あの立憲民主とかなんとかっていうのは大政党があって、うん、別府の住民って少ないんですよ。うーんだから、愛媛県側の連中とかいうのが3000人ぐらいいて、海側に旅館をやってたわけ。で浜脇側が大体それよりも20年30年早い、あの遊郭連盟だよね。あなるほどなるほど、うん、そういうふうにあのこう利権が分かれてたんで、県政党だとかなんとかで、なるほど、ね、選挙のたびに所長さんからが校長先生からみんな変わるんで、なるほどね、うん、大変な時代に非常に困ったので、この時に、まあ、僕の知り合いのお父さんがあの住宅地図っていうのを考えるわけですよね、うん、でもバカ売れしたわけですよね。前輪ではなくて、そう前輪、洋蔵さんの親父、あの世代。そうなんですか、うん、でその時に島末さんという人がやって、はいはいはい、でうちの親父はあの字を書く人だったから、あ、まあ、でもそうか戦後すぐですもんね前任も。ああそうか。でこれを一番利用したのがおまわりなのよ。あ空き家に博打場ができたりとか、あそれをチェックしていくわけですよ。なるほど。昭和28年に初版ができるんで、あだからその前輪なんていうのは必要に迫られて出てきて、うん、木造4階建て5階建て誰が住んでんだと、うん、その犯罪者の対象ですよね。なんかよくこう酒屋さんがなんかあれ見ながらこう配達してたみたいなことは聞くけど、うん、裏側にもそういう話があるっていうのは確かに。いや一番面白いのは選挙のあんた秘書や、はあ、これがあんた共産党となんとか分けるわけですよ、はあ、こいつ労働組合とかなるほど。そういう情報の取り方はすごかったですね。なるほどね。これが南港なんですよね。南港がずっとクーポンの住むところで、はいはいはい、こっち側の写真が少ないの。あこれは左上あの穴子寮のおじさんで、おで穴子ですか、米田さんという人で、代々ね大友総理と一緒にあの三浦半島から下ってきて、要するに別府の一心助けだって言ってました。だから漁業権は全部俺っちの向井浜にあった。だから新日からの補償金とかみんなここで分け合ってたんです。あそうだったんですか。だから下見たら分かるでしょ、いかにも漁師の家だ。あまあまあ本当。でここの要するにお金で作ったのが共同水道。あそういうことなんですね、うん、この共同水道は鍵がかかるのよ。なるほど、かかってる。だから子供の時に水飲もうと思ってもおばちゃん鍵貸してくださいとか俺フリーパスだったけど、ね、でまあそんなのでこういう店がいっぱいできて、うんでまあこんなのがありましたよね。でこれが港で
ね、ここが菓子本屋さんがあったんですよ。あれは住吉神社、はい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 、あの周りに竹の問屋がいっぱい出るんですよ、ね、あ、なるほど。っていうのがもう浜脇は土地がなかったですから、うん、っていうこと でここにあの子はねもう今の50過ぎたかな、毎日ね夕方電気つけに来てた。うーん、ガッチ側が寮の神様、恵比寿様なんで、この間やっと見つけ出しましたよ。ちゃんとスタジオに残してた。でこれが松原。あで左の上が ね柳をこう糸の子で作ってる人ですよ、安藤さんのお父さんの仕事で、下が息子さんの安藤康夫さんの仕事で、このデザインをしたのがあれなんですよ、長照寺の日本クラフトの山田光雲先生。あ、そういうことなんですか。でこれがね、湯布院の亀の井で、はい、売れたわけ。うん、そういう時のコマーシャルをしたのがあのおばちゃんね。あ、うん、だからそんなんでね、これは松原に来てたサーカスの、こういうのものすごく懐かしがる人多いんだよね。あ、これが松原の、射的場とか。これ何年くらいですか。これはね昭和55年くらいかな。55年か、うん、もう三丁目の夕日だね。まあでも確かにこういう風景でしたね。そう、日本人みんなこれだったの。僕は小学生の頃ですね。ああそうか、うん、じゃあ100円握って行ってたんだよね。行ってました行ってました。俺子供の時ここでさ、大いたちっていうのがあるっつってね。ほう、大いたち、ヤシがこう、あで、こう想像力がライオンと虎の戦いとかあるじゃない。そのポスターがうまいんだよね。あ、それで大いたちっていうのをお正月のお年玉握って入ったんですよ、うん、大きな板に血がついてた、うん、そんなことよね。あ、この右下が、1.2 メーターぐらいの柘植細工のドラゴンですね。すげえ。これが安藤さんのおじいちゃんがやったやつで、すごいですね。これ今でも見れるよ。これ相当ですよね。相当。で上の一力駐車場ってあるでしょ。はいはい。あれが遊郭の名前の一力なの。へえ、うん。こんなの見出したらほら、これが安藤さんのおじさん。あ、そう、あ、なるほど。これが要するに満州で活躍した下川のおいちゃんの輪郭屋さん。ほー、うん。この人はね、年寄りに郵便局にお金を取りに行ってましたね、うん、最後は。はい、ちょっと急がないと時間になりますから、全部はいけないんですが、まあこんなものがゼロ体の映画の中に出てきてたんですよ。まあそうなんですよね、うん、だからその、あの映画俳優がさ、うん、何人も知り合いがアーティストがいてね、うん、あ、こいつも出てる、こいつも出てるとかさ。だから監督に歌を教えたら、それがなんか誰かが歌ってたな、そうとか思ってね。森山未来さんとそういう関わり方がね、ああいうのってやっぱり洋蔵さんこう覚えていらっしゃるんですよね、うん、あの人ビートたけし、はい、あの人の歌でね、一つ二つはいいけれど三つ三日月ハゲがある、うん、四つ横丁に全部覚えてる。あ、全部今でも歌えるよね。あ、で同級生来たらさ、全部また歌っちゃうわけ。あ、これがね、大火災だったんですよ。あ、松原の、うん、でね、僕はね、やっぱり24時間カメラ持ってたら、こんなの撮るって大変なのよ。どうやって行くかというね。あ、つまりね、最近は大学の科目でトポロジーなんて言い出したけど、結局現場学なのよ。まあそうですよね、うん、現場がないとね、事件は生まれんのよな。これがアイスキャンデアのおばちゃんと、もうみんな3人とも亡くなった。最近までやってらっしゃいましたけどね、うん、これがね、スナックの前のサロンなの。全然違うでしょ、ほら。あの花屋の花売り元娘なんてのはさ、この左のアーケードなんてさ、はい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 、めちゃくちゃ長かったんだもん。まあそうですよね、うん、駅前通りから松原までだもんね。まあ、まあ、今でもあるっちゃありますけど、あるんで、壊すのに金かかるからね、うん、結構かかるでしょうね、これ、うん、だからこの間この通りの秋葉通りからここまでの、うん、商店街が解散しましたよね、うん、桜カメラのおじさんなんで、うん、残念だけど、うんうん、この真ん中のおじさんが竹細工のプロだって、うん、竹人形のね、ネギさんという人でアーティストだったの。なんかモダンですね、やっぱり。モダンよ、この人、おしゃれだったの。で夕方になったら奥さんと二人手つないでテニスしに行ってたの。へえ。
だけど戦争中に佐世保で軍需工場で事故に遭って全身やけどで別府に来て、やることねえから技術を覚えたと。あ、そうなんですか。でその当時のハイテクのあの目黒のオートバイ買ってるの、嬉しかったと。だからね、これこの辺で言いたいのはね、あの右の上のトタン屋さん、ブリッケ屋さん、道路交通法違反で外でやってますね、仕事ができなくなるんです。うん、畳屋さんとかね。そうか、結局野暮なおまわりさんたちの意見があって、あの桶屋のおいちゃんとか園田さん、ね、あっこがクーポンのその斜め前。あ、なるほど、わかる、わかります、わかります、うん、この人がタバコ屋のチラシを持ってるの、明治時代、はい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 、おじさんも亡くなったけどね、明治時代のか。でこれがあのあれですよね、あ、なんとか温泉、神谷温泉、神谷温泉、右上、はい、これがだからあの再開発される前の嘆石温泉。あ、そうなんですか。嘆石通り、はいはいはい、これがね、だからあ、これなんかもどんどんで、右下の傘の前の建物が前輪ですよね、最初の事務所、これでも今その時は違う店に入ってたんですか。もうすでに1階にね、だから壁が今でも面白い壁を、うん、まあ、そうですよね。これがあの、あ、ね、あの僕が生まれた年にできた、うん、あの教会です、ね、そうなんですか。洋蔵さんも生まれた年に、1950年にできたのね、これルルドの教会、パリの、だからあのジーザスの目ん玉から涙が、血の涙が出るっていう、これはね、左下がね、竹屋のノコギリと、ほう、それからクジリとか、そういう鍛冶屋の村上さんっていう人で、あ、村上金物って、うん、毎日この人は家島の浜、あの鶴崎から来よった、自転車で、すごい人やったよ。へえ、これがもうおじさんでね、でここでメッセージしたいのは、あの柱時計があるでしょ、うん、あれねじれゼンマイで動くでしょ、はいはい、あのゼンマイをマウントを切ってヤスリでこすり上げた竹のノコギリだ、うん、あ、そうやってこれ作ってるんですか。 それを親父が帰れとか言うのにずっと見て写真撮りよったら、うん、岩本じいちゃんが来て、よどなんしょのかって、いや仕事見よんのやお前覚えるんかって、いやそうじゃなくて仕組みが知りたいと、うん、切り味良かったですね。うーん、はい、今の竹の残りなんかもう一回使ったら終わりやもんね。そうか、これが目立って屋さんで、うん、もうまさにあれでしょ、あの人の漫画の世界でしょ、杉さんの、そう、杉義治さんのね、すごいな、なんとも言えなかったね。これが火事になる前のこの花、なるほどなるほど、つまりね、人の温度があるところ、エロスがあるところの写真ってね、こういうことなんですよ。もうキリがないですからね、行ってもなんか、あれなんかね、メッセンジャー直井さんっつってね、はいはい、夫婦二人でやってて、で、まあ、あの黒猫大和の走りですよ。あ確かにね、えだから、まあ、そんなことがあって時間がもうすぐ来ますけど、何かあります？なんかやっぱりこうすごくこう人が生きている町だなっていうのはとても感じるんですけど、うん、やっぱり同時にその浜脇温泉、高等温泉、あの辺りも、もう、まあ、風景も変わってきて、まあ、もちろんその町ってこう入れ替わりあるとは思うんですけど、洋蔵さんにとってその変化っていうのは どんなものなんですかね。いやだからね、この編集を終わった時に、自分が分かんないから撮ってきたわけで、じゃあ何が分かったのっていうのがね、何も分からないっていうことが分かった。なんかその例えば建物が壊されて、うん、まあ、もちろんもうそれはもう残しておくべきだったみたいなこともいっぱいあるし、うん、なんだけど、まあそれも含めてなんか全部こうなんていうのか、こう記憶として記録しているとは思うんですけど、うん、そのなくなっていくものに対するこうなんだ、寂しさとか郷愁とか苛立ちとか、そういうのはあんまりなくて、うん、それはねもう嫌というほど固定で分かってるから。あ、そうか、固定の取材の時にね、もう笛吹いて戻らないんだから。まあそうでしょうね、うん、この時はそういう残しましょうとか守りましょうっていうのはないんですよ。まあ時代的なこともありますね、うん、時代背景もあったから、うん、そういう意味では一番楽だったのはあのわらこずみの日本中駆け巡ったやつ、あれはね設計図じゃないから、あ、そうかそうか、人間がいればあらゆるとできちゃうわけ。確かに建築はややこしいね。そうか、仕掛けがあるでしょ。法律も変わりますしね。そう、いろんなことが。何よりも日本人の心、
価値観が変わった時にちょっと呆然としましたけど、ただこの写真集を出したおかげでゼロ体が出たおかげで気がつかない自分に気がついたの。あ、なるほどなと。俺だったら的ヶ浜あんな風に撮らねえよな。あれは俺の的ヶ浜なの。なるほど。俺はあっこで子供時代を過ごしてるから。あ、そか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 、ね、だからあっこを砂に見立てたでしょ、違うんだよなとかいう感じはあった。あ、なるほど。でもね、それを言うほど野暮じゃないから。あ、ね、なんか今日というか、まあ、松田さんのトークの時に最初の写真、絵はがきはあの風景また僕は浜から始まるんですけど、で確かにあそこを歩いてる人の風景はあるけど、まあ、砂湯に入ってるって感じはなくて。ない。あの辺はそもそもあんまり砂湯ではなかった。いや、暖かかったけど、ね、暖かかったけど、うん、だから冬場にうなぎが釣れたんだもん。なんか豊かやな。だからあの、まあ、最初にあの写真だろうなと思う的ヶ浜っていうのはね、僕が一番嬉しかったのはね、あの海から万葉集歌われてるのよ。それがね、なんかね、自分の生まれた場所に万葉集があるっていうだけでね、僕はすっごく豊かになった。そりゃそうですよね、本当そうですよね、いやですよね、僕が住んでるとこなんか全然ないですもん。いや、だから住宅街に住んだのと、やっぱ人間のそのに、まあ、エロスっていうやつね、あったかさみたいなやつはさ、やっぱりそのいろんなものに表現されるじゃないですか。その表現が残っていけばね、最終的にはいいのかなと。だこれあのプルーストの失われし時を求めていって、はいはいはい、昔が良かったねとは僕言ってないんですよ。この中から何を学んだのか、で次の世代に何を伝えるのか、それはすごく大事なことで、多分きっとね、僕はそれがアートっていうのに近いのかなと最近少し思うようになりました。ありがとうございます、はい、最後とても素敵な話で、いや話めくくっていただきました。今日この3回、行ったトーク、これであの終了になります。写真家藤田洋三がこれまでに見てきた別府の記憶、昭和中期から現代、皆さんいかがだったでしょうか。今日あのお話いろいろ伺った中でですね、あの何度も出てきましたけど、梅田哲也ゼロ体、こちら再公開が12月18日から、翌来年の2月13日までですね、別府市内各所にて、開催されます。もちろん、今年もインベップ広川珠恵さんという、アーティストデザイナーによる広川珠恵インベップも開催されますので、ぜひね、あの両方とも見ていただければなと思います。そして最後に一つ宣伝ですが、そのゼロ体再公開に合わせてですね、こちらの書籍、梅田哲也ゼロ体、こちらも出版、しました。結構厚みのあるものでして、こちらのなぜこのゼロ体という作品を作るようになったのか、どういう思いで、まあ準備してきたのかということを梅田さんの手記による、まあ、文章、それを中心に紹介するものなんですが、まあ、どちらかというとですね、まあ、本としてのゼロ体、その体験として今回また新たなゼロ体の体験を作ったというふうに僕たちは思っています。ぜひこちらも手に取ってみてください。ということで洋三さん、本当今日とっても素敵なお話ありがとうございました。雑把です、すみません。やっぱり人が生きていくってなんかすごい素敵なことだなっていうのを改めても感じました。はい、ありがとうございました。どうも。